よし、バルコンです。今回は3月後半に買った漫画19冊を、一気に紹介していきたいと思います。後半も面白い漫画いろいろあったんで、ぜひ最後まで見ていってください。ということでやっていきましょう。まず1冊目、降り積もれ孤独な死を第5巻。最近のサスペンス漫画で僕が結構推してる、漫画なんですけど、いやこれは安定でしたね。まあ、ストーリー簡単に言うと、ある廃墟になった屋敷の地下で子供の遺体が見つかって、で一応犯人としてその家の、まあ、持ち主が捕まったんですけど、本当にその人が犯人なのか、いろんな謎の部分が多いみたいな。いや今回はその使われてない廃墟にもう一回行ってみたら、ある仕掛けみたいなのを見つけるんですよ。いやそういうのめちゃめちゃワクワクしますね。あの人はここにこうやって真実を隠してたのかみたいな。でなんかよくわかんないんですけど、今回降り積もれ孤独な死を終局へって書いてあって、第2部スタートって書いてるんですよね。一回こう第1部終わりみたいにする意味があるのかよくわかんないけど、まあ打ち切りではないみたいなんで、まあ、とりあえずよかった。次、ピッコリーナ第1巻、新作のラブコメ漫画ですね。いやめちゃめちゃよかった。このバニーガールの姿した、まあ、ヒロインと焼き鳥屋の店主のラブコメなんですね。でそういうなんかこう焼き鳥屋×バニーガール×ヒロインっていうラブコメ自体が今までにない組み合わせだし、あと絵がめちゃめちゃ綺麗なんですよ。まあ、ヒロインはこういつもバニーガールの姿でその焼き鳥屋に休憩時間にこう来るんですけど、終盤で出てくる私服姿もめちゃめちゃ可愛いし、まあ、表紙見ていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ2人で抜群で、この焼き鳥屋の店主の妹、まあ、学生なんですけど、そっち方面の恋愛の話もあったりして、いやめちゃめちゃ雰囲気のいいラブコメでしたね。でこのヒロインはすごいあの仕事でも何でも楽しんじゃうみたいなお嬢様キャラで、ちょっとこう主人公に対して、今お付き合いされてる方はいらっしゃらない、まあ、ほうかさんって言うんですけど、このほうかさんが聞いてくるんですよ主人公に。いや絶対主人公のこと好きやんっていう感じなんだけど、でもちょっとこうミステリアスな部分もあって、お嬢様なんで本当にこう異性として主人公のことを好いてるのかっていうのはちょっとまだ分かんないんですよね。おすすめです。次、魔女と暮らす迷いの森第1巻。パッと見なんか魔女の旅旅みたいな。いやこれもめちゃめちゃ良かったですね。主人公の褐色の男の子、これ最初両方ともヒロインかと思ったら、主人公の方はあの男の子なんですね。褐色の男の子がある森に入って、まあ、この魔女と出会うんですけど、この森は入ったらなんか出られないらしいんですよ。で、まあ、出られないから私と一緒に暮らしましょうみたいな。でこれもめちゃめちゃ雰囲気が良くて、絵がすごい綺麗なんですよね。主人公のその男の子もちょっと抽象的というか、まあ、さっき言った通りすごい女の子っぽい見た目してて、魔女はなんか親戚のを扱うみたいな、ペットを扱うみたいな、まあ、主人公のことを異性として見てないんで、まあ、なんかちょっと一緒にお風呂入ったりだとか、そういうエッチな要素もあったりするんですけど、すごい静かな森と世界観で雰囲気が良すぎて、なんかあんまりこうエロを感じないというか。でこの森の中はちょっと不思議な場所になってて、まあ、ちょっと変わったキャラクターたちが急に現れたりだとかするんですけど、まあ、主人公はそれにちょっとびっくりするけど、魔女の女の子はいつもなんか無表情で、まあ、びっくりすることもなくお姉さんキャラとしていろいろ教えてくれるんですね。いやめちゃめちゃ良かった。次、ディスカスケード第3巻。いやこれ絶対色的にグリーンバックと被るな。まあ、これも両作のサスペンス漫画で、まあ、これは派手な面白さっていうのはないんですけど、まあ、刑事物でリアリティがあるからこそこう犯人が言った言葉にすごくこう来るものがあるというか、今回はそんな第3巻でした。次、契約姉妹第2巻。これ1巻の時からすごい僕推してたんですけど、第2巻1巻以上にめちゃめちゃ良かったですね。まあ、タイトルの通り、女子高生のこの青山さんと OL の主人公がちょっとしたきっかけから契約を結んで、まあ、姉妹として一緒に生活をしていくことになるっていう話で、まあ、青山さんの方が全然年下なんだけど、すごいクールで常にまあ主導権を握ってるというか、いやこの青山さんのクールながらに見せる仕草がめちゃめちゃやばい。まあ、ちょっとだけ見せると、まあ、こんな感じのシーンだったり、ほっぺにキスを要求してくるんですよ。もう読んでて、うわー、尊すぎてし。うわ、危ない危ないってなりましたね。最高でした。次、ニーティングライフ下巻。予告編とか最近だとノイズっていう作品を書いた筒井先生の、まあ、最新作の最終巻ということで、仕事を辞めて仕事で貯めた貯金を使って主人公が家から一歩も出ることなくニート生活を楽しんでいこうとする中で、何者かが家に侵入をしようとしてくるみたいなサスペンス漫画で、まあ、オチとしては、まあ、ちょっとよく分かんない部分もあったけど、
あ、そういうことねっていう感じではあったんですよ。でも、まあ、サスペンスものとして面白いかって言ったら、っていう感じで、まあ、正直その最初のそのニート生活をしていく話をずっと見ていたかったなっていうのが正直なとこでしたね。次、神なき世界のお姉ちゃん活動第1巻、まあ、タイトル見てわかると思うんですけど、今絶賛アニメも放送してる神なき世界の神様活動のスピンオフ漫画で、まあ、主人公のめちゃめちゃブラコンのお姉ちゃんが、まあ、主人公が転生した異世界に主人公を追って、まあ、来るわけですよ。まあ、ぶっちゃけワンタンキル姉さんですね。ただワンタンキル姉さんと違うのは、まあ、そのお姉ちゃんのキャラクターが結構違って、こんなムキムキマッチョで、まあ、こんな感じでパワー、まあ、お姉ちゃんが無双していく話なんですけど、まあ、これはこれでいいかなと思います。次、兄と妹のしたいしたいしたいこと第2巻、ストーリー簡単に言うと、めちゃめちゃ、まあ、ブラコンでありヤンデレの妹が、まあ、お兄ちゃんと一緒に住んでて、まあ、そういう性格っていうのはお兄ちゃんに隠してるんですけど、お兄ちゃんは別の、まあ、女の子と付き合うことになるんですね。まあ、お兄ちゃんが主人公なんですけど、で主人公はその妹のことが、まあ、すごい好きで、実際その付き合ってる彼女よりもやっぱり好きなんじゃないかっていうところがあるし、まあ、そのデートとかキスとかの練習をするんですよ、妹と。なんかもう見てて絶対これ、いやちょっと胃が痛くなりそうな展開というか、後々辛い展開になってるんだろうなっていう感じで、ちょっと見るのがこの先怖いですね。次、約束の場所へ、ある少女の供述第2巻、これ前紹介したかどうか覚えてないんですけど、まあ、一応サスペンス漫画で、みんなで旅行に来たら主人公の女の子の、まあ、彼氏が何者かに殺害されてしまったっていうサスペンス漫画で、正直これはちょっと微妙でしたね。まあ、まだ完結してないんですけど、キャラクター的にもあんまり同情できないし、まあ、サスペンスものとしてはよくある感じかなっていう、まあ、サスペンスあんまり読んだことないっていう方にはいいと思います。次、ニューノーマル第4巻、未来のもっと科学が発達した時代のコロナ禍の日常を描いた漫画で、多分今回から結構賛否両論あるんじゃないかなと思いますね。結構最初ら辺はあのリアリティのある、まあ、未来のコロナ禍を描いてる感じだったんですけど、今回から、まあ、この漫画のそのウイルスについて国があること何かを隠してるっぽくて、でそのことについて知ってる、まあ、団体というかが国に復讐をしようとしてくるんですよ。まあ、そういう、まあ、いい意味でも悪い意味でも漫画っぽい話になったんで、まあ、最初の方の感じを期待してる方にとってはちょっと微妙かもしれないですね。僕的には全然こういう漫画チックな話でもいいんで、まあ、普通に面白かったですね。次、少女怪異機構第1巻、まあ、これ簡単に言うとあの裏世界ピクニックをもっとあの緩くしたような感じで、まあ、2人の女の子がいろんなあの怪異が起こした現象を探っていくみたいな、まあ、これは正直ストーリーを楽しむっていうよりも、まあ、2人の女の子をめでる作品かなと思いましたね。話自体はちょっと微妙だったかな。次、地獄に落ちてよお兄ちゃん第2巻、いやこれもですねちょっと胃が痛くなりそうな感じの話で、まあ、主人公は、まあ、急に妹ができるんですね、義理の妹が。でその義理の妹がすごいあの小悪魔的なやつで、まあ、ちょっといろいろ煽ってくるというか誘惑してくるというか、で主人公には一応その彼女がいるんですけど、ついついその妹の、まあ、誘惑に乗ってしまって、だけどその主人公の彼女もなんか別の、まあ、キャラクターにちょっと気持ちが向いたりしてる時もあったりして、いやこれもなんか辛い展開が待ってそうですね。面白いけど。次、リーバースライアーズ偽装解明第1巻、これは最初はなんかサスペンスみたいな感じだったんですけど、途中から普通になんかよくある少年バトル漫画みたいな感じになってて、本当に終盤はあのバトル漫画でよくある感じだったんで、まあ、そういったのが好きだったらいいと思うんですけど、僕はあんまり好きじゃなかったですね。次、ついのタイマシ第9巻。これは安定して面白かったですね。まあ、今回は主人公を含めた3人が組織のところに、まあ、潜入捜査的な感じで侵入して、まあ、倒していくみたいな話だったんですけど、いや、千景さんがめちゃめちゃ可愛かった。まあ、見えるかな、こんな感じで。いや、千景さんもめちゃめちゃスタイル抜群なんですよ。まあ、何とは言いませんけど、めちゃめちゃでかい。ぜひね、あの、このシーン見てみてください。でしかも、ついのタイマシ、もう休館の時点で120万部突破っていう、結構売れてますね。次、リリーメン第2巻。リリーメンは、あの前も言ったんですけど、本当にあのチェーンソーマンみたいな感じの話で、
まあ、そういうあのダークヒーロー的な話は僕は好きなんで、これも好きなんですけど、でも客観的に見ると、まあ、今のところはこの作品独自の、まあ、要素というか、そういうのがまだ分からなくて、まあ、2巻の時点では、まあ、強いて言えばあのキャラクターデザインとか絵が結構独特で、まあ、そこはいいと思うんですけど、まあ、客観的に見るとまあまあなんじゃないかなと思います。次、残虐すぎる異世界でも鈴木は可愛い第1巻、この表紙に写ってる褐色の魔王的なキャラクターが結構好みだったんで買いました。まあ、これみたいな感じですよね。願いを叶えてもらおうと悪魔を召喚したけど可愛かったので結婚しました。ただまあ若干作画がちょっと危うい部分があるんでちょっとそこが心配。次、少年のアビス第12巻、少年のアビスは、まあ、つまらなくはないんですけど、なんかずっと同じような暗い話をキャラクター変えて何回も見せられてるような感じがして、僕はもはやあの最初ら辺で感じてた、まあ、見ててこう憂鬱になる感じとかももはやあんまり感じないし、まあ、つまらなくはないんですけど、ちょっとお腹いっぱいになってきたなっていう感じはありましたね。次、泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて第1巻、これはですね、男と、まあ、女の子の天使がいるんですけど、その天使たちの世界では普通の人間たちってすごいあの下に見てるんですよ。汚らわしい存在みたいな。だけど天使なんで一応仕事としては、まあ、ある人間の女の子が死んでしまうっていう運命があって、それを阻止するために、まあ、その人間の女の子と一緒に生活をしていくことになるみたいな、まあ、その人間の女の子めちゃめちゃいい子なんですよ。でその天使の女の子も最初はもうすごい下に見てたけど、ちょっとずつこう、まあ、接し方が変わってくるみたいな、まあ、ツンデレというか結構ド S な性格なんですよね、この天使の女の子は。まあ、一巻の時点では正直面白いかどうかは何とも言えないですね。まあ、ただこの天使の女の子が可愛かったんで、僕はちょっと二巻も見ようかなと思います。次、で今回ラスト、ラストはこちら、履いてください高峰さん第7巻、僕のすごいお気に入りのエロマンラブコメ漫画 でこの高峰さんのクリアファイルが欲しいためだけに、歩いて1時間のところの本屋さんまで、買いに行きました。いや今回は主人公の男らしい部分が垣間見えた巻だったんですけど、いやこれもね、早く2人が付き合ってほしいなと思いながら、まあ、ニヤニヤしながら読みました。いや今回も最高でした。はい、ということで今回は、3月後半に買った漫画19冊の紹介でした。ぜひ気になる漫画あったらチェックしてみてください。まあ、今回の新作の中ではね、特にこのピッコリーナと魔女と暮らす迷いの森、この2作がめちゃめちゃ良かったんでおすすめです。まあ、次回は4月の前半に買った漫画の紹介になるかなと思います。まあ、ちょっとおすすめ漫画紹介とかおすすめサスペンス漫画紹介もやりたいんで、まあ、ちょっとどっかでやろうとは思ってるんですけど、もうしばらくお待ちください。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、さよなら。